写真フォルダに入ってるプロセカの写真1枚見せてください。アフターライブでレイ君メインで撮ってたら、最後いい具合に映り込んでしまった深澤君とネネちゃんです。アフライならではすぎる。みんなしっかりカメラ目線で採用。少し前のプロセカ候補。いや俺もアキトでそれしたかったよ。調べたもん。調べた名古屋と心斎橋だったんだよ。今回のガチャリザルトです。おロリ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 。あー、転倒しましたね。それもあいや。しょげアキト。絶対が姉になんかされたアキト。え、めっちゃとっても素敵な名前だね。ゲームの名前設定でできる間違った遊び方。写真フォルダに入ってるプロセカの写真1枚見せてください。爆死した時の写真です。ガチャシール75枚、優勝0は無償30がこの画像の全てを表してる。最新のプレポスです。あら、エッチ。スコアがゾロ目で思わずスクショしました。すごすぎない？ミクのぬいぐるみに呼ばれたミーゴ。みんな、ごめんね。急に呼んだりして。芸術点高えな。踊ってみな。飛ぶぞ。飛ぶぞ。ね、おお、M ではないか。じゃねえんだよ。ピュアジェムがゼロ個になった時のこれですね。ピュアジェムはゼロにならんのよ。あずさわこはれガチ勢のあんちゃん。原作リスペクト。ちなみにこの時は星5が最高レアリティだと思っていたのでリスマラしちゃいました。これはね、気づかないですね。ガチで苦しそうなテーマ。本当の時のやつ。素人は黙っとれ。写真フォルダ、プラ世界1枚。ハテナって、乗ったやつです。世界強制退出。駅のポスターです。心斎橋のやつですよね。眼光やば。膝から崩れ落ちれる。ドヤシロルイ。あ、ビビバスのマスコット。髪型がツインテールになったアキトくんです。ちょ待って、アキコってツインテールだったんだ。新事実。2周年イベで待機室潜ってたら全員野良であるにも関わらず3ユニット集合した奇跡。つなぎあるからな、豆腐の団結力。バグって謎の世界に飛ばされてしまった時の一枚。これが本当の世界の狭間。写真フォルダに入ってるプロセカ関連の写真1枚見せてください。マーシャルマキシマイザーのカナで。アクセサリーいっぱい。ネクのいい天気だがもう。おい、そうや。ってあいついねえのかよ。持ってる写真の中でもインパクトだけで言ったらダントツ1位です。なぜかバグってポイントが何一つもらえなくてアンちゃんと一緒に泣きました。これですかね。キーボードにしてます。おい、全ての楽曲を2本指でフルコンできるような近藤さんキーボードにするな。アフターライブ見てたらシュート交代みたいになったぜ。じゃあ上がります。有金入ります。アンダーランドの世界でバイトしてたアキト。初音ミク、すげえよ。星野遥か。新年一発目。元気に生きてください。みんなを吹き飛ばしたエムちゃん。ワンダホイ。プロスカ関連の写真1枚募集してみた。撮るタイミング間違えて幽霊みたいになってしまったつかさくんです。じゃあわしはそろそろ行くか。元気での。ネネ推しです。出た、プロセカ界隈でたまにいる意地でも報酬受け取らない人。こっちへ行く時の原価次にどうぞ。おほほ、なるほど。行ってきます。分身を生み出すアキトくんです。よし、今日紹介するグッズはこちら。あと1って何ってなったやつです。この後ゆいさきさんが軽くトラウマになった。カイトの睨みつける。防御力が6段階下がった。よし、今日僕が引いていくガチャは、そして今私たちの絶望からの全力逃走ガチャ、こちらの方引いていこうかなと思います。え、もう一回言ってみ。かわいそうにこちらを見られちゃうんです。ワンダホイ。視野の狭い真冬さん。いや、もう何も見えてない。キューティースマイルトウヤ。あ、けど速攻笑顔を取り戻すわ。プロセカ写真1枚。ビクちゃんの大量発生。もう真ん中の人苦しそう。エムちゃんの圧が怖かった1枚です。4枠目は許してくれそう。プロセカサンリオコラボが来て最推しのカチューシャつけて舞い踊ってる豆腐。もうカチューシャってこんな可愛い感じになるんですね。ゲットしてるけどつけたことなかったわ。全俺が泣いたスコア。もはや切断しなかったあなたが悪いみたいになってる。今日も元気にワンダホイ。ギアセカンド来ました。ギアセカンド選手権、今回はカイトさんが優勝かな。プロセカ関連かわからないがハムコハネを画用紙で再現しました。いや、相当クオリティ高いんじゃないでしょうか。レオニのアフターライブを見に来たはずか。あの8番出口で襲いかかってくるやつ。レオの M が可愛すぎてスクショしたやつ。可愛いっていうか、この前髪の上がり具合がいいよね。写真フォルダにあるプロセカ関連1枚見せてください。結構ね、やらかされ方してますけどね。フルコンした結果バグってても可愛い水木。メガネ外した時の僕。メシア。わあ、かわいい。真っ黒な世界。あのポケモンのダークライまでの道のり。これは本当に笑うしかなかった。なるほど。なんかいろいろと違う。ドタバタカフェレックではねえんだよな。いや、あの本当に味が想像できない、よくわからない。私がツインテールを書き足したからでしょ。早々の良い先。写真フォルダに入ってるプロスカの写真。みのりちゃんの迫力に驚いてるアイリ。これ何がすごいって、右に行けば行くほど驚いてないんだよな。3周年カラフェス60連目にて、怖いわな。つまり10連引いて5枚星4を引いたってことですもんね。それどの世界線の初音ミクですか。僕知らない。髪の毛がやばい、かなでちゃん。物理法則完全に無視してるんだよな。ちょ、トロフさん、邪魔。落ち着きを失敗してるみたいになったトヤくんです。なーに。やっちまったな。